さあ真の2歳王者が決まる。はい、どうも秘密結社フェガム総帥ハッチーでございます。今週の G1 朝日杯フューチュリティステークス、まあ、例年だったらねボバの G1 なんて言いたいとこなんだけれども、最近ねあのノーザンファームさんなかなかやりすぎだなっていうのがね、あの G1 の使い分けみたいな形で2歳 G1 にボバの方フューチュリティステークスにも牝馬を出してくると。おととしはねそれでミスエルテが大惨敗してね、まあ、惨敗って勝てなくってそのまんまなんか調子を崩したなって感じになってたわけだけれども、今年はそれでもさすがに格が違うだろうみたいな感じで言われてるんでね、まあ、そうなってくると本当にじゃあ例えばあの馬が勝ったレースっていうのはレベルが高かったのかなとか、っていうかもうみんなあんまり対戦してないよねみたいなことを考えると、まあ、フェガムズ愛予想のポイントとしては、まあ、対戦がない分例えばタイム指数こういうね指数とかいろいろ転がってたりするとこ見せてもらったりしても指数でこう上下してみると案外人気と違って、ま、人気とね違う感じになってるし、あとはまあ朝日杯フューチュリティステークスの例年のノリでね1200で活躍してきた馬がどこまで通用するかみたいなところもあるんで、まあそういったところを見ながら、まあ牝馬が勝てばね朝日杯としては38年ぶりかもしれないけど、当時は阪神三歳ステークスとね朝日杯三歳ステークスでね中山と阪神でそれぞれ母牝混合の G1 があったみたいな形になってたわけで、まあ、そういう意味で言えば、まあ、牝馬が母牝の G1 勝つのは38年ぶりってほどじゃないぞっていう部分と、母馬牝馬分かれてからっていう意味では実質これが史上初になるぞっていう部分とでね、まあ、逆に牝馬が勝つっていうのは非常に本当は難しいレースなのかなというふうには思って、まあ、あとはもうタイム指数ですね、その辺を一つ参考データに今回はしながら予想をしてます。というわけで今回の特注はですね想定6番人気マイルドサーパス、まあ今回はね二等軸マルチでちょっと点数絞っていかないと1番人気が硬すぎるだけにオッズがつかないんじゃないかなと、まあ二等軸紐4点ぐらいを想定してるんですけどね、紐4点だったかな、紐4点、まあ買い目の点数としては合計 6等を買う形にはなりますが、3連複で言えば4点、3連単で言えば、まあ、マルチで言って24点、まあ、1着固定にすればね、まあ、もうちょっと点数減りますけれどもそんな感じで買っていきます、まあ、というわけで、特注が想定6番人気マイネルサーパス、前走が福島で、まあ、色眼鏡で見られてね、まあ、福島で乗っていればいい人も乗ってくれないしね、まあ、ちょっとあれなんですけれども前走福島で1分46秒2っていうね芝 1800m 出色のタイムで勝ってます。これ残り最後1ハロン13秒ちょっとかかったとしても2歳レコード、そう考えたら、まあ、芝2000のね2歳レコードがね1分59秒7とかそんぐらいでしたからね、そのぐらいのタイムにそれに匹敵するようなタイムでね走り切ったって考えると、まあ、そこからの距離短縮ったって最後坂がきつい中山ですから、まあ1008走れるスタミナがあるに越したことはない。そう考えるとマイネルサーパスこれタイム指数で言えば、まあ、1番人気の馬に続いて2番手、まあ、そして抜けてその2頭がタイム指数良かったんで、まあこれは一つ軸の1頭にできるかなと、まあ、何しろね福島での実績に過ぎないってあたりで見られがちなのと、あと父アイルハブアナザーもね、まあ、これまで準オープン馬すら出したことないんじゃないかなっていう極端な失敗種母馬なんで、それで色眼鏡で見られがちなポイントが重なってます、まあ、ただ逆に言えばアイルハブアナザーもしかしたら日本の適性がなかったかもしれないし、そのパターンっていうのはまあ洋芝校舎でね、まあ、つまり逆に冬は成績が上がるタイプみたいな感じの可能性もありますから、まあ、そう考えるとこのマイネルは軸の一頭に据えてみようかなというふうに思っております。そしてもう一頭の軸なんですけども、まあオッズが低くなるから軸2頭にするって言っちゃったからねもうあれなんですけどね、いや一番人気のグランアレグリア軸でいっちゃいましょうか。まあここでねこれで先週末段階で49連敗ターコイズ当たってなければこれで50連敗達成した後のレースですから、まあ逆に馬券買うことが家がらせかなっていう考え、この芝券って考えで言えばねグランアレグリアは POG で持たれてるんで軸にしてやる、軸にして外してやるっていうね、まあ、大体こう言っとくとグランアレグリアが勝ってマイネルサーパスの方で外すっていうパターンだったりするんですけどね、まあそんな感じのも含めて
そういうあの身内ギャグも含めてですね、グランアレグリアはいや牝馬来てないですって言ってもね、あのぶっちぎりっぷり見ると、しかも2着馬の指数でもね、あの他の重賞勝ちと同じかそれ以上ぐらいあったんで、まあ非常に硬そうな気はしてきてしまいまして、じゃあもう一頭なんか抜擢して2頭軸で行ったれというね、この2頭でこっから4点流しにしたいと思います。仕方がないよね。まあそして、というわけでね、上から順に見ていきますと、まず2番人気アドマイヤバーズ、このまま紐でとしても消していきましょう。まあ、前走ね、破った相手はのレベルが結構微妙なんでね、まあ、2着馬あたりもね、阪神ジュベナイルで6着だった名勝勝負なんですけれども、まあ、6着とはいえ5着と2馬身差、まあ、番手につけてて、そのすぐ後ろに打った馬にも14番人気の馬にあのちょい出しされてる、先着を許してるって考えた時に、まあ、阪神ジュベナイルってね、大体 5着6着7着ぐらいまでで、ね、あたりはまあ例年次の桜花賞で勝負になる可能性ある、一冬のね、このこっからの成長分で巻き返しがあるかなみたいなレースなんですけれども、まあ、今年で言えばそのどこのポイントから下が上がまあその境目になるかで言えば、5着と6着が2馬身離れてるんで、ここが境目、阪神ジュベナイルで掲示板に乗った馬はまあ来年ちょっとまた逆転かあり得るクラス、6着とはいえ名勝勝負はそこからちぎられて負けたんで、それほどでもないかなっていう、まあ、その名勝勝負にギリギリ勝ったのがアドマイヤマーズって考えたら、阪神ジュベナイルに出てたとしてもアドマイヤマーズって5着4着ぐらいだったんじゃね、せいぜいっていうところなんでね、まあそう考えると朝日杯の方じゃ買えないなっていうことでね、消しでいきたいと思います。まあ、そして想定3番人気ファンタジスト、このまま最初手拍子で消しにしてたんですけども、いやいや買っちゃおうかなというのが、まあ距離延長はねちょっと微妙な感じがする気がしてきてしまうっていうね、小倉芝1200で連勝して小倉に再ステークスを勝った馬、まあ、こういった馬が過去20年でね結構牝馬が勝つことが多い小倉に再ステークスなんで、ボバが出走した例ってどんだけあったかなっていうふうに考えたらね、5、6例しかなかったと思うんですが、その中でこの小倉芝1200連勝の後、距離延長の1004とか1006の重賞をちゃんと勝ち切って出てきた、朝日杯集中ティーステークスへの出走馬って、だいたい2着3着ちゃんと検討してるんですね。名勝ボーダーも3着、朝日杯2着ですし、まあ、そういった形で考えると、距離延長に対応できた小倉芝1200の小倉2歳ステークス勝ち馬って考えると、これは印を打てるわけです。まあ、なのでね、夏の実績がある馬がむしろ距離延長でなんてことで一つ人気を落とすようだったら、まあ、逆に紐に拾って少しは紐あれを狙いたいなということで買いでいきたいと思います。まあ、そして想定4番人気ケイデンスコール、こっちは消しますか。まあ、同じ時期のね夏の2歳ステークスで言えば、この芝1600という同じ距離で行われる新潟2歳ステークスの勝ち馬なんですが、まずねそこからぶっつけっていうローテーションも一つマイナス要素ですし、まあ、そんな中で8番手からですかね、4コーナー8番手から上がりの足が33秒台ですかね、まあそんな形で差し切ったなんて言われても、結構ね新潟に再ステークスって新潟の直線が長い分上がり3ハロンのタイムは出やすいんですね。まあ他の競馬場だったらコーナー回ってこうっていう部分のタイムが、新潟だと直線のこの分の部分だけで 600m 取れてしまうので、まあ上がり3ハロン詐欺かなということで、新潟に再ステークスの勝ち馬っていうのは一つ軽視していきたいと思います。まあ、そして想定5番人気、ドゴール、このまま買いでいきましょう。まあ、人気のグランアレグリアとですね、いい勝負をしてきた馬っていうか、いい勝負じゃないですね、ぶっちぎられてるんですが、アレグリアが人気してあれなんだけれども、ドゴールのタイム指数自体もこの紐の馬たちの中でも上位に入るぐらいそこそこ出てますから、まあ、アレグリアがぶっちぎって、アレグリアよりは下の順番ではあるんだろうけれども、まあ、3着までには結構入ってくる可能性高いんじゃないかなということで紐に拾います。まあ、そして想定7番人気ディープダイバー、この馬ね勝ちきれないタイプで、まあじゃあ勝った負けた相手はどうなのかなって調べてみると、負けた相手の方が人気薄でこの後名前が出てきたりするぐらいなんでね、まあ
物差し馬の中でも比較的弱い方かもしれないってことで決していきたいと思います。まあ、そして想定8番人気エメラルファイト、逆にこの馬3着4着続いてんだけれども、まあそれぞれ勝った馬が強いっちゃ強いんですね。この世代唯一の重賞勝ち馬西野デイジーに負けたレースとか、あと先週のね阪神ジュベナイルフィリーズで多分僕が馬券外す原因になったあの馬クロノなんとかっていうねクロノジェネシスあれに負けたりしてるんですが、まあ、そういう意味で言えば惜敗続きとはいえ勝った相手が悪かったなんていう風に言えそうなレースが続いてますから、まあこういう惜敗続き買うんだったらディープダイバーよりはエメラルファイトだろうと。まあ配合を見てみてもね、父が黒船、母父スペシャルウィーク、まあ、の父サンデーってことでね、黒船サンデーの配合って考えた時に黒船サンデー前走の去年先週の阪神ジュベナイルの2着クロノジェネシスは、母父が黒船、母の母の父がサンデーで、3着のビーチなんとかビーチサンバ、これがね、父が黒船で母父がサンデーという配合になってますから、まあ、そう考えたら黒船サンデーがこの阪神のマイルの馬場にはちょうど来ているって考えたら決闘的な一押しもないかなと。惜敗続きから一押しあればまあ少なくとも馬券圏内届いてきてくれるんじゃないかなということで、こいつは買いでいけるんじゃないかなと。まあ、そして想定9番人気アスターペガサス、この馬はね1002で連勝の後1004で負けてますからね、まあ函館2歳の勝ち馬ですから距離延長はマイナスでしょうということで、1006で信頼できる夏の2歳ステークスウィナーはこっちじゃないってことで消していきたいと思います。まあ、そして、ね、想定10番人気日本ピノ変装、この馬買ってみましょうか。この父ルーラーシップなら距離が伸びても良さそうですしね、日本ピロプリンスとかスプリントで活躍した馬も多い品系ですけれども、まあ、日本ピロジュピター南部杯の勝ち馬も出てますからね、マイルチャンピオンシップ勝ってますから、まあそんな形でルーラーシップ3区なら1006まで対応できるだろうということで狙えると思います。まあ、以上ね、こんな形で二等軸もう一回言っとくとね、まあ、マイネルサーパスグランアレグリアの二等軸からこの日も4点という形で狙わざるを得ないかな。消し要素より強そうっていうのは上回っちゃいましたね。以上ハッチーでした。最後までご視聴ありがとうございます。今回もまた頑張って馬券を当てたいと思っておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。